次大魔王優さん、えー、10代の人です岡田さんこんばんは、えー、いつも楽しく拝見していただいてます、えー、無料版です相談があるんです僕の高校は SDGs をかなり推薦する推進する学校であり自らそう名乗っていますああそうなんですか SDGs ねはい SDGs からないい人は適当に調べてくださいしかし学校の校則では女子はズボンでもスカートでもネクタイでもリボンでも OK 髪の長い女子は髪を結べば OK 男子はズボンだけネクタイだけ でカビが伸びたらキレというものがありますこれは SDGsNo.5 ナンのジェンダー平等を実現しようにのっとってないと思いますなるほどね女子は髪の長い人は髪を結びなさい男子はズボンをしてしか履いちゃだめでネクタイしかしてはいけません髪が伸びたら切らなきゃいけないこんなことが書いてるのは SDGs を推薦すると言いながらも SDGs のルールのナンバー5ジェンダー平等を実現しようと反してるんじゃないかというふうに言っているわけですね。えー、僕自身スカートは履きたいわけではないのですがもしそのような生徒がいたらと考えこの校則を変えるために生徒会に入りました。ほう で、学校側にも生徒側にもですね。良い校則を企画書に書いて5ヶ月前に提出しました。なるほどね。自分でこういう風に校則拘変えましょう。と企画書を書いたわけですね。で、5ヶ月前に提出したんだけども、先生方は全く動く気配がなく、僕の企画書は上に登ったまま書いてくることはありません。僕はまだ買いたいと思ってます。これからどうしたらいいでしょうか？うーん、まっすぐに答えるとまっすぐに答えて。まあ自分だったらどうするのかって言うと。 生徒会新聞作りますよね。生徒会いるんだから生徒会新聞っていってでっかい紙の、まあ、手書きの新聞作ってそれを生徒会前に掲示するんですよ。内容にはですねなんで自分の企画書が黙殺されたのかと例えば SDGs を推薦する No.5 にジェンダー平等やってるところがうちの学校のこそがこうなってる変だと思うなので何々先生に聞いてみたって先生の実名を書くわけですねで校長先生教頭先生自分の担任な何でもいいです聞いてみた で、回答を多分もらえないと思うのでその場合は回答してくれなんととか先生は回答してるのに何とか先生も回答してくれないとこれは僕がその先生とあんまり親しくないからこも分かんないとその先生と親しい人はぜひともそれぞれの先生に何でか聞いてくれもしくは自分の他人に何でか聞いてくれと僕の意見が違うと思う人はこの生徒会にどんどん入ってきて意見を聞かせてくれと次の号でみんなの意見をあのちょっとまとめてまた新しいあの生,あの生徒会新聞を作りますっていうふうに張り出しゃ ままあ、そり事件になりますよね。できればそれのコピー取って家庭で配ってくださいというふうに言えばいいわけですから <laughs> まあ事件になります僕だったらそうします僕だったら後先考えずにそんな面白いことをやったら100% <laughs> 思いついたらやると思うんですけどもまあもちろんあの内心書に悪影響は出るでしょうねでただそれと引き換えに人生は面白くなりますよね。まあ、これがストトレートに答えた場合で、 まあそうじゃなくて63歳のおっさんとしてですね高校生に言う感じとしちゃどうなるのかな学校側はねなんで SDGs を推,あの推,推進しているっていうふうに宣伝しているのかというとそれは売り上げ上っていうのは金だけの問題じゃないです学校の格評判というのも含めて学校の売り上げを上げたいから SDGs を推薦しているというふうに言ってるわけですね。しかしかですね。 それで、入学してきた男子生徒の3分の1ぐらいがスカート履いてたりなんか髪の毛ものすごい面白いことにしてたり上半身裸だったりしたらどうなりますか学校の売上上がりますかって話ですよ学校の評判上がりますかってそうじゃないでしょつまり本音は売り上げや評判を上げたいであってその方法として SDGs を推薦しますと言ってるだけであって SDGs を推薦するがあまり学校の評判や売り上げが落ちたら。 困るわけですよ。その困ったことに関して、高賀高校生生徒会のあなたは責任取れないでしょ。う <laughs>。なので、どうするべきかっていうと、SDGs なんだから男女の服装は自由にすべきです。でも、これを本当にやっちゃうと、学校の品格も下がるし、売り上げも下がるかもしれません。なので、こうすればいいんじゃないですかっていう、ちゃんと大人が納得するような接種案とか落とし所を持った企画書を書けば、 まあ、今よりはマシだと思いますけどね。こっちの方が正攻法かもわかんないですけども。僕だったら明らかに制度改正の前に壁新聞貼りますけどもね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。